五輪スノーボード。平野2大会連続銀メダル。男子ハーツパイプ。ピョンチャン五輪第6日。スノーボード男子ハーツパイプ決勝。14日、フェニックススノーパーク。日本のエース、平野歩夢、19。木下グループが、銀メダルを獲得した。超ハイレベルの争いとなった決勝では、2回目に軸をずらしながら縦に2回転。 横に4回転するダブルコーク1440の連続技に成功し95.25点をマークトリノバンクーバー五輪2連覇の絶対王者で予選もトップ通過したショーン・ホワイト31米国が3回目で逆転した日本勢の今大会のメダルは4個目となった自身のソチ五輪銀メダリストとして念願の金こそならなかったものの スノーボードの日本勢では、史上初となる2大会連続のメダルを手にした。片山ライム、22、バートンが7位、戸塚優斗、16、ヨネックスは、2回目のランで負傷して、3回目を棄権し、11位に終わった。平野歩夢、1998年11月29日、新潟・村上市生まれ。19歳。 4歳でスノーボードを始める。小学4年で、メーカーのバートンと契約するなど、早くから頭角を現し、ソチ五輪の男子ホームページでは、史上最年少の15歳で銀メダル。160センチ、50キロ。スノボ、平野、命の危機超えて弟が見たリハビリ中の投資。命の危機を乗り越えて、 平野歩夢、木下グループが2大会連続銀メダルにたどり着いた。昨年3月、米国で開催されていたプロ大会の試合中に、空中でバランスを崩し、ハーツパイプの縁に落下。左膝の靭帯と肝臓を損傷し、全治3ヶ月と診断された。医師からは、落ちる場所があと1センチずれていたが、死んでいたかもしれないと言われた。 スノーボード人生で初めての大きな怪我にやってきたことがすべて消えたかのように感じた。自分が折れそうになったという。それでも弟の海舟さん15は復帰に向けた平野の闘志を見ている。リハビリ中、気づけば実家の自室でビデオを見て滑りのイメージを膨らませ研究をしていた。全然落ち込んでなんかいなかった。 平野は言う、動けない時に何をするか。人一,一倍考えられるこの時間を使って、怪我をしてよかったと思えるようにならないといけないと思った。再びスノーボードを履いたのは5月。最初は、緩やかな小学生用の緩斜面を恐る恐る滑り出した。翌日には、大きなジャンプ台でマットへ飛び始める。すぐに。 高難度の技の練習を始めるようになって、本当に怪我していたのかなと思ったと海州さんは振り返る。動けなかった間に膨らませていたイメージを、どんどん形にしていった。わずか4ヶ月後、復帰戦となった9月のワールドカップ開幕戦で2位に食い込むと、第2戦からは2連勝。勢いを保ってピョンチャン入りした。本当にここまで長かった。でも 怪我した時間を無駄にしないように自分をプッシュしてこられた。逆境をバネに、19歳は高く飛んだ。競技形式。予選は2回、決勝は3回滑り、最も高い点数で競う。6人の審判が、ジャンプの高さ、パフォーマンス全体の完成度、技の難度、多彩さ、着地などを、基準に100点満点で採点。 最高と最低を除いた4人のスコアの平均で順位を決める。パイプは全長190メートル、斜度18.2度、深さ6.8メートル、幅20.8メートル。